体の動きを感じるテープ。アンテナ。アンテナで受信はするけれども、受信したアンテナで出すことになる。こっから、は見えないだけで、つながりがある。これをこんだけ頑張るのは合気道をずっとやってるから頑張る。外して打てばいいじゃん。はい、ね。はい、外して打つ。打つ。感じてれば、合気道の音が手で感じる。こうやったら、みんな、なんでここで言ってばいいでしょ。はい、外して打つ。では、力を振ったら握ればいいんですよ。こうね。え、これを、はい、どうぞ。はい、2回呼吸法。力対力は勝てるよね。こんなんぼらんね。これを挟んでるでしょ。こうなったら、ちょっとこう押さえて、こういうのをハッハッして起こせばいい。こう押せばいい。はい、こう突くのと、こうある。はい。感じる手を最大にここから出して倒そうとするのは、今の皆さんの最初は行くんだよ。こう、小手返し、小手返しやってみる。小手返し、小手返しやってみる。ほら皆さんの若い人に用をするときは、これが小手返しだ。じゃあ、やってみてください。これを動かそうとするから、このツボを押さえられると良くない。肩の方に握る小指で締めてるんだよ。みんなは人差し指と親指で締めてる。はい、ここなんだよ。小指で剣を持つでしょ。雑巾絞るんだよ。小指で絞るんだよ。ね。ここで絞ったら絞れないんだよな。へそで絞る。へそで絞ると水が絞る。絞りきれるんだけども、だから本を取ってみよう。この絵が、ね、だから両手があるけれども、いつでも中心に剣を置いたり、これが分かれてるってことだね。呼吸法もカッ、これ
通信でしょ、ここ両手取りになると中心を忘れて、こんだけ進める。いつでも合わせてる中心をここに、これに、これこれなんだ、手は動かせるけれども、私を動かせる。私が動くのは、手首大事よりも命大事。ましてや、相手パートナーだけども、手に行く時だったら、この手が大事か？むしろ、こっち大事で、これが大事じゃない。さっき言ったように、これはこれで、いつ前じゃなくて、いつ言わせる。まあ、やむとぞ、はい、お願いしますから、俺は命の方を守ってる、この大事な手が大事だよ。大の点が、これを動かす。自分の体を動かす。ね。大事なのは、大の点が、これが順列組み合わせになっているのが合気道の技。ところが、じゃあ3つ覚えていくと、え、いい意味の状態と、転換の状態と、呼吸法。これを3つの動作しかやらないんですけど、すべてそれで解決できる。でも、シンプルだよ。合気道シンプルなのを対応に組み合わせるからできるよと言ったりをされたりしてるけれども、もっとしで3つ覚えるのに大変だったのか、もっと1つにしなさい。変変の動きで変化、変の動きで入り、ね、変の動きで呼吸を。だからただ剣を吹くんだよ。体の転換、剣。体の転換、剣。呼吸を止め、体の転換、体の転換。だから、ただ剣を捨てるかい。これは捨てなさい。掴んだ気がするよね、今。俺を動かすんだよ。ほら、疲れてたんでこうなるでしょ。これをこう。肩から下は上げちゃうの。手首だけじゃなくて。そしたら、肩からこっちはもう自由なの。だから入れるわけ。入れるとこ。こっち。肩が出る。こっちが重要なんですよ、全然。今あなたはこの手がこう。